はい、皆さんこんにちは、岩田です。今回の動画では、サイドレールの選び方で、サイドレールの長さと、その人が、寝位置ですねが、どれだけ変わってくるのかっていうのを、皆さんにお伝えします。これ結構大事なんで、しっかり覚えておいてください。はい、じゃあ今回もモデルを呼んでいっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。今回この解除バーですね、別名 L 字柵って言います。この柵、伸ばした状態です。まあこれで長いサイドレールを再現してると思ってください。じゃあこの長いサイドレールの状態で、今日は瀬野おじいちゃんを呼んでいきますので、皆さん一緒に瀬野おじいちゃんを呼びましょう。はい、瀬野おじいちゃん。はい、こんにちは。はい、ここに座ってください。じゃあ、今日も横になりましょうか。はい、どうぞ。上向いて寝ましょう、おじいちゃん。はい、この状態です。ベッドの位置に対して結構下の方に寝ちゃってますよね。これだと頭を上げるとどうなるか、ちょっとやっていきましょう。おじいちゃん、足伸ばせます？伸ばせないですね。はい、ウィーッと上げていきます。はい、こんな感じで、ベッドの下の方に寝ちゃってるんで、どうしてもちゃんと体が起こせないです。じゃあこの位置だとダメですよね。じゃあ今回の瀬野おじいちゃんはこんな感じで、もう一回今度は L 字の柵を開いた状態、要はサイドレールの長さを少し短くした状態で再び瀬野おじいちゃんを呼んでいきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。今回は L 字の柵を開いてます。短い中ぐらいの柵の長さを再現してます。はい、じゃあ早速瀬野おじいちゃんを呼んでみましょう。瀬野おじいちゃん。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ここの柵に近づいてしっかり座ってくださいね。はい、じゃあ横になりましょうか。はい、まっすぐ向きましょう。この状態で頭を起こしていきます。どうしても足を上げてないので少し前ずれはしてますけど、さっきに比べてちゃんと、骨盤の位置から体が起き上がってますね。はい、これがお伝えしたかったことです。はい、では見ていきましょう。ベッドの構造なんですけど、大体のベッドがお尻を置く場所と足が上がる場所と頭が上がる場所で分かれてます。で、大体のベッド、ここにお尻を置きますよっていうのをメーカーがちゃんと計算してるんですよね。例えばこうやって起き上がってきます。なのでここにお尻が来ないと、ちゃんとベッドの構造に対して寝位置が合ってないことになります。なので、どのメーカーも中ぐらいのサイズのサイドレールを選定すると、ちょうどここの位置に来るんですよ。なのでその中ぐらいのサイドレールを選んでいただくと、ちゃんとサイドレールの近くに座っていただいたら、そこから転がるだけでベッドの構造に合った寝位置に寝ることができます。私も施設伺いすると、少し長すぎるサイドレールが入ってて、一旦そこに座るけどまた寝位置を調整しないといけないという場面によく遭遇します。でその際はですね、ちゃんとベッドの構造に合った中ぐらいの長さを設置して、その方が座って寝転んで、ちゃんとベッドの構造の位置に体が合うように簡単にできるようにしてあげるのが、ベッドをより快適に使う一つのワンポイントアドバイスですので、ぜひやってみてください。